はいどうも、ピラチュンと申します。初代ファイアーエンブレム続きやっていきます。次は14章ですね。このマップも見覚えあるなぁ。うん。あ、あの左下のところにシーマー、おるんじゃなかったでしたっけ？え、それって2部の話？ジオル。お前見たことあるぞ。このハゲ方。結構強いな、そして。シーマのお父さんになるのかな？シーマは2部でか。そしたら、いつものメンバーを入れてって、ミディアいらん。で、マリック、カイン使ってこうか、もう。で、ああ、もうシーダとかの枠がもうなくなってきとる。大丈夫かな？ハーディンとかも忘れられとんな。ゴードンももう、あ、バヌツーもおったね。いや、いよいよ枠がねえわ。今回宝箱見えてたんで、ジュリアンは必要ですしね。これで行くしかないかな、とりあえず。では行きます。14章、悲しみの大地クラ。グラは古くからアリティアの同盟国であったが、グルニアとの戦いの最中、突然敵に寝返った。もう関ヶ原の小早川じゃないですか。背後から攻撃を受けたアリティア軍は全滅し、国王コーネリアスは、かっこファルシオンと共にグラに消えた。おい、ファルシオン！ファルシオンどこ行ったん？そして、あの悲しみの日から2年。マルスは今、ようやく父の死に追いやったジオルが立てこもるグラ城にたどり着いた。父上の仇！もうこいつはマルスでやるしかないさそうですね。レイピア持って。背後から。なんかそういう会話とかないのかな？なんで、あの時裏切ったんやっていう。そういうの聞きたいな。したら、あ、これ羽橋か。ジュリアンおったらあげれるやつ。なかなか嫌な位置に、シューターがおるね。盗賊。あ、わかった。したら、この盗賊の、じゃないやつって、誰でも使えるってこと？ああ、その可能性高いね。盗賊、もし死んだ場合、積む瞬間出てきますもんね。こういう扉とかも開けれんし。ジュリアンとリカードが死んだ場合、もう取れないこと確定するし。そういうことか。じゃあ、あえて買っとく必要もなかったかな。さあ、前のショーで大活躍した、カイン。てか、槍でも倒せるんじゃない？銀で14当たってましたからね。ああ、さすがに甘いか。でも強いわ。守備力だって14とかでしょ、デフォルトなら。15あるわ。これもう海渡っていける。まあ、ダロスなら行く？お、いける！ちょっとここ倒してくれたらでかいけど。あと5当てれるか。結構やぞ。守備力15って。ハンマーなら2回攻撃できるか。命中6割ぐらい。当てろ。あのダロスさんでも。あー、サンダーソードとか。やばいな、ダロス、大丈夫か？ちょっといけんけど。あー、てか。ジェイクでワンパンさせるべきやったな。完全に。忘れとった、サンダーボルト。したら、誰で、
あ、アベルで村行くべきだったな。また失敗した。じゃあ鹿島あたりで入るか。レベル10になると職業が変えられることがあるらしい。Sナイトはソシャルナイトか、ソシャルナイトはパラティンに、傭兵は勇者に、あとは忘れちまった。もうそろそろクラチェンジさせてねってことか。こっちはシルバーカードを持ってれば全ての店が半額になるらしい。まるで夢のような話だろう話だろう。シルバーカードもちゃんとあったんだ、ファミコンの時から。そっかそっか。いやまずいなこれ、全部当てやりやし、全部ダロスに群がったら下手したら死ぬ可能性がある。大丈夫か1ターン目からピンチ。あー盗賊動くのか。あ違うか、王様を守りに入った。ナイトキラー持ち、避けて、あ4か、強なったねダロスさん。なんてことないわ。あなんなら強え普通に強え。これはこれでありだな。あ、手やりか。手やりぐらい避けるでしょ、ダロスさんなら。ダメだ。あ、そっちからも。君、手やりの人？ガンガン投げてくるね。ちょっと舞台を二手に分けないといけないか。アーチャー。めちゃめちゃアーチャーおるな。ジーク7まで来たのもう。早っ。リンナで追っかけてやろう。そんな減っとったっけ？あ、5。もうサンダーで。サンダー。これは当たるっしょ。リンナメインで倒してってもありかな。技。うん。まあまあまあ。ダロスどうすんかな。何気にラディとかナバール全然上がってねえからな。結構敵もそんな多くないね。そしたら、ダロス何気に12まで来てんだ。結構使っとるな。ダロスドーピングしたら面白いのにな。ちょっと控えるか。これかな。とりあえずクレインクレインも少ないしな。もうサンダーボルト使うしかないよな。あ全然当たらん。ふぅかっこいい。勝て。そしたらどうすっかな。ナバールアーマーキラーも取ったっけ。あ、あるわ。ちょっと傭兵たち使っていかないとな。はい。あ、うぜ。うっ、くそ。当たらんか。ダロスさん、お休みかな。すごいなぁ。スムーズに水の上を。ジュリアンもまあ、戦えるときに戦う感じで。あー、ダメか。川渡れねえの。辛いな。ジュリアンはどっから行くべき？あー、正面も、あー、こっちからかな。宝箱。宝
宝箱回収して内側から開けてやる感じかな。あの盗賊たち動かないんだ。とりあえずこっち寄りで攻撃してくるかな。この辺にしとくか。アベルも何気に結構上がってきてる。最近ロージャー戦っとるとか見たことないけど。このターンで倒したいな。奥間は持ってないのか。3なら倒せるかな。はい、当てろ。おお、いいね。12ってことは4当たってたのか。余裕でしたね。マリクも15か。さっさと乾燥させて、もう補欠に置きたいな。育てたやつも結構いるし。カイン別に連れてこなくてもよかったかもな。すげえ進める。カインいらんかったね。ちょっとまだ早かったわ。これ微妙やよね。守備力13か。ちょっと今の実力を見せてもらおうかな。鋼、はい、7か。でもアーマーキラ並みに入っとるしね。カシム強えよ。てかマルス、あの左側行かなくちゃいけないのか。そこ目指さなくちゃいけないけど、アーチャー部隊がめんどくせえと。ジェイク使う？先に内側からアーチャー殲滅する形かな。よし。てか敵案外スカスカやけど。もうちょっと経験値欲しいなぁ。奥間避けるやろ。くっそ、当てるな。ジュリアン小シャークの舐められたもんですね。うちのジュリアン強いよ。うん、8も入る。アマキラいらんやんけ。でも結局リンダとか使わな。来るんだ、射程に入ってなくても。そっか。ああ、でも微妙な。一発二発もらってもいいのかな。森に隠れながら。でもって、リンダか。リンダ。重装は、ジェイクでいっか。サンダーボルト、はい。さすがに再攻撃は取れんか。あー、取られる方か。ボウガン軽いやな、やっぱり。でどうすっかな。リンダはこの辺で経験値もらっておこうか。おい、よし。リンダ4までか。そしたらナバールで倒しちまうか。右下のスナイパーだけか。ジュリアンだけで倒そうか、あれ。いいね。
力技武器ヒットポイント、うん、いやこういう時にソロで単独で仕事できるって素敵やな。いや、いけるか、いける、ジュリアンならいける。キルソードとか持っとけばいいのかな。いや武器で分けるの正解やったでしょ。もうダロス仕事ね。でマリックももう上がりすぎとってな。やっぱ傭兵軍団ちょっとしっかり上げてあげたいけど、なかなか20まで上げるって大変やな。ロジャーもまたまだやし、ダディ倒そうか。もうカインはマジで余計やったわ。ちょっと待って、武器強すぎん。アベル、はい、よし。アベルも早くパラディにしてあげたいな。よし。ここの跳ね橋かけれんかったら結構だるくない？あ、そういうことやったんや。なかったらここぐるっと回ってけってか。で、アーチャーの的になりながらか。結構難易度上がるね、それ。盗賊たち何のために存在してんの、マジで。カインはちょっと強すぎるからな。ダロスの斧ちょっと少なくなってきたし、買ってあげたいな。ここにウッドロー売ってねえかな。さあどう来る。アーチャー届いとるか。あれリザーブ最強の杖じゃないですか。あ、やば。ちょっと待って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 、やめてやめて。会心出るからね、ボーガン、本当に。ただ耐えれるけど、うぜえな。くそ。届かんか。内側からさっさと駆逐するしかない。いやすごいな、ゲイケジェイク。またリンダでもらおうかな。サンダー、あ、一発殴っときゃよかった、失敗した。あぶねー、会心が怖い本当に。じゃあラディで、あかんね。あれサンダーソードもう一本誰にあげたっけな。もしかして見れれば持ったまんまかな。よし、レベル11か。いいね、力素早さ、うん、オッケーオッケー。それっぽくなってきたよ。ジュリアさんは下に、ワール結構減ったね。ロジャー、とりあえず、とりあえずジュリアン待ちになる感じだな。奥も早速アーチャー部隊倒して、カインももうジェイガンポジションになりましたね。昔の、昔のっていうか一生のか。一生以来使ってないんじゃない、あの人。あ、二章も使ったか。こうなりますよね、さすがに。ガンガン行こうか。
リザーブ使ってきたしな。すげえわ。ファミコン版ってどういう効果なんだろう。全体にライブヒットポイント10回復するだけかな。おし、来たね。鋼か。4。頑張ってもらうす。お、いった。抜けた。アーベルで一発入れ、誰か届くか。ラディ。これナバール。奥のか。ラディで切り込んで、2回ともいけるか。9か。はい。で、ジェイクで、ジェイクで、サンダーボルト結構減ってきたな。なくなるんじゃないこれ。はい。おい、おい。おー、予定が。予定が崩れた。やってくれたね。うまいことできとるなぁ。みんな、ここに送り込んでもすし詰め状態になるだけやし。ちょっとダロスは買い物に行こうかな。物売ってくれてねえかなぁ。うん。3段ももう少ないな。ジュリアンもう扉に到達。ちょっと待って。キルソード持っといた方がいいな。キルソードに持ち帰って。さあ、どう来る。マダーアーチャー、4体ぐらい。誰？あ、これか、ファブラとカチは。マルスのとこに来る。あ、ちょ、待って待って。あて、まだ敵の状態だから、敵のアーチャーは関係ないか。トンボドルになるとこだった。引いてくんだ。じゃあ中に入りますか。訪ねると。君がアリアの王子、マルスか。これ、ジークじゃない？てんてんてん。ならば一つ頼みたいことがある。この魔導書は、アカネーの司祭、ボア様のもの。あ、この前、二章前か、アカネーヤの城、パレスで仲間だった、おじいちゃん。グルニアのヒムラーが隠し持って、隠し持っていたものだが、わけあって私が手に入れた。ヒムラーってあの、城で倒したやつじゃないですか。ちょっと芸人っぽい名前の。君からボア様に返してくれぬか。それと、ニーナ姫よろしく。君の手で守ってあげてほしい。では失礼する。きっとまた会うこともあるだろう。あ、カミユだこれ。そうだわ。あ、そうだそうだ、カミユがジークになるんだ。シリウスとなり。あー懐かしいね。何もらったの。預けるしかないか。トロン、サンダーの上位版かな。そしたらこのままガンガン行こう。てかあの僧侶、リザーブ一回使ったっきりなんですけど。もう杖壊れたとか。そんなことある？かわいそうに。使ってあげてる。使ってあげればいいのに。はい。おー、当ててーよ。95% ぐらいあるよ。パッと見。リンダ届く。サンダーでいっか。もう倒せるでしょ。
はい。順調にレベル上がってますね。レベル5、技、武器、運、ヒットポイント。素早さとかちょっと欲しいかな。マリコも結構上がったしね、素早さ。リンダ、でもリンダって早い、素早さ早い方だと思うけど。じゃあ、鋼で。ほい。僕も、これで13ぐらい。OK。力いいね。武器レベル、ヒットポイント。なかなかバランスよく上がってくるようになったね。いっちゃうか。僧侶倒せるか。鋼で。リザーブはうざいね。ああ、きついか。リザーブってあったな。そのうち、うちにも手に入るのかな。もう大丈夫そうっすね、上は。ちょっとショッピングに行こうか。道具屋。傷薬、鍵、ああ、しょぼいね。しょぼい。じゃあ武器も結構。斧欲しいかな。鋼の斧。斧より斧の方が使いやすい気がする。うん。こんなもんだ。この辺取りで欲しかったな。杖使うのももったいない。傷薬。リライブも在庫あるし使ってってもいいのかな。さあ勝負だ。鍵で開ける。言うてスナイパー上位職やしな。まあうちのジュリアンさんなら大丈夫でしょう。結構近いね。宣伝に来る。並んで来ればいいのに。で、奥間か。あー、出てくるね。スナイパーか。またボーガン。あ、え、スナイプ、え、銀の弓じゃなかった。え、スナイパー、え、どういうこと。スナイパーってもっとごっつい意味持ってなかったっけ。キルゾードで行くか。あと一発耐えれるかな。命中 100%。 おーし、かっこいい。よし、これで安心して宝箱取れる。うーん、で攻撃したろう。あ、やっぱ勝っちゃうな。キルソード持ってんだ。ちょっと仲間になった時に、エジキになると、僧侶から倒すか。当ててね。はい。奥まで、もう結構経験値美味しい。技。武器、素早さ。おぉ、いいね。カインアベルどうなっとんの？めちゃめちゃ成長するんやけど。で、ラスト。結構食らったね、奥間さん。お、倒せる？ふぅ。さすが奥間だぜ。ああ、早くクラシェンジさせてあげたいな。これで綺麗になった。ちょっとこの辺回復しとくか。ちょっともったいないけど。リライブで。ダロスもちょっと減っとくか。
も減っとるね。チェック。いや減ったな結構、サンダーボルト。てかジェイクの武器売ってくれんかな。せ武器やかこれ。アーマーキラーレイク。あー武器屋は優秀やね。あ銀の弓売っとる。銀の弓ちょっと在庫を作ってもいいんじゃない。てか物売ってねえんか。やばいぞ。ダロスの、まあ、鋼があと20回あるから、なんとか、なんとかなるけど、ちょっと、怪しいね。銀の弓か。ナイトキラーありすぎなんやけど。銀の弓も結構持ってなかった。もう銀シリーズ使い出してもいいんかな。どうだろう。間違いなく鋼よりは使いやすいしな。使っちゃう。傷薬2個ある。誰かにあげたい。ジェイクにあげようか。カシムもう銀持っちゃうか。そうしよう。で、仲間になる感じ。マルス様、お久しぶりです。カチュアです。いつやら手紙じゃなくて、ミネルヴァの話聞かせてくれた以来かな。ミネルヴァ様がようやくマルス様の味方になられ、なれたと聞いてお待ちしていたのです。私も頑張りますからよろしくお願いしますね。エストどこ行った。マルス様はじめまして、私は白騎士団のパオラと申します。すごいな、久しぶりやらはじめましてやらちゃんとそういう細かい設定ある、ちゃんとやってるんですね。マリア様が助けられたと聞き、妹のカチュアと二人でマケドニアから逃げてきました。カチュアが約束した通り、私たちもミネルヴァ様と一緒に戦います。でもまだ一番下の妹エストがグルニアに行ったまま帰らないのです。迷子というか行方不明か。あの子が帰ってきて3人一緒になれば少しはお役に立って見せられるんですか。トライアングルアタックですね。言えてなかったな。トライアングルアタック。確かカチュアの成長率エグいんじゃなかったでしたっけ。さあ、余裕がないんですよね。本当に。キャラの枠が。じゃあ、マルスさん、こっから、いけたか、下。あ、いけた。キャラの枠がなさすぎる。いやー。パオラ・カチュア・エストとか、もう3人セットで使ってあげたいよね。トライアングルアタックもあるしな。下の方から行こうか。はい。てかジュリアここ開けないと始まらん始まらないんだけど、こんなもんかな。ギアで銀の弓か。買っとこうか。あ、リンダ回復してあげたい。リンダで。もったいないな。まあ、しゃあないか。ジュリアンがあそこにたどり着くまで何もすることないな。ちょっと待って。
あなたたち誰？増援来るのか。てか盗賊も動き出した。そこ開けてくれんかな。そういうことする？あーてかこれほっといたらマルスがやべえのか。やりやがるね。このパオラカッチはちょっと裏切り裏切り者説あるんですけど。いや絶対マルスに群がるな。ちょっとまずいか。リブロを使う。いやーここ下に立たれたらまずいな。鋼持つのもちょっとしんどいか。槍か。ちょっとトンボ取りですねこれは。カシムジェイクを向かわせよう。リンダも行っとこうか。でもみんな行こう暇やし。暇やし。てかマルスちょっとやばいか。ちょリブロ使っとこうか。さすがに死ぬことはないと思うけど。うん、いい感じ。ナバールが一番遅れてんのか。あ、どっちも一緒か。よし。ハベルも結構いい感じ。ただ今レベルマックスなっても、クラッシュエンジンアイテムがないしな。ロジャー最近本当に影薄いな。よし。なんだ。シルバーカード！これか。物が半額で、新シリーズもいよいよ持っていいかもな。全部半額で買えたら、うん、そうしようか。今から我が軍銀シリーズ化始めます。このターンマルスしっかり生きてくれないと。てか増援まだ来る感じ。あ、来たわ。あ、やべやべえな。6か。追撃はないでしょ。おお、こっちか。マルソなめんなよ。レベル上がる。13武器レベル1。おい、マルソもドーピングいるんじゃないこれ。案外、成長してない気がする。下の、ああ、そう来るか。ちょっと失敗したな。当たる、9！ そっちは、価値は？パオラか。避ける。ああ、強い。ああ、でも、追撃は出ない。ここぞとばかりに動き出したね。大丈夫やね。間に合う。うん。次のターン。届くでしょう。したら、ジェイクで。サンダーボルトって、特攻効果あんの？なさそうだ。クイーンクレインか。ただクイーンクレインもう強竜騎士団を倒した。ペガサスなのにレベル8。技武器ヒットポイント、まあ、技はありがたいか。命中率上がるから。そしたら
ちょっとパオーラ。どうしようかな、三姉妹。トライアングルアタックやってあげたいけど、マジで枠がない。たらこうして、ちょっと布陣しないとな。あー、追撃でない。たらナバルからいくか。鋼で、てかマルスやばいね、突破できなさそういや、経験値うんま。カシム届くか。あー、ちょっと食らったね。届くけど、リブロガンガンに使ってく。ちょっとボーガンに切り替えるか。はい、よし。あー、経験値うまいわ。力いいね。力守備力、これで帰ってこれるかな。ちょっと布陣しないといけないかな。カシムまだ耐えれそうかな。またマルスに群があるでしょう。ちょっと後ろに控えておくか。うん、こんなもんかな。よし、多分マルスに来るでしょう。あー、そっか、カシムならダメージ反撃してこないから、カシム狙ってくるのか、こういう場合。やべえ、カシム頑張って。あれ、これはマルスなの、謎やな。お、怪人、かっこいい。マルス何持たせてたっけ。鋼か、鋼だな。あー、やっぱりマルスそんな強くないしね。結局ドーピングしてあげない。あー、外すか。この造園何ターン出てくるんだろう。さあ、盗賊対決。右の箱さえ押さえてしまえば、なんとかなさそう。どうすっかな。もうこの辺、ジェイクを前面に出して、あー、クレインクレイン、ほんと、クリーンクレイン、だいぶ減ったな。クレインクレイン。パンパン、あー、強いわ。このままジェイク、だいぶレベル上がりそう。マルス、お疲れさん。いや、よくできとるわ。なあ、この木の配置も絶妙。微妙に進軍を遅らしてくると。そしたら、リンダも使ってあげようか。おっとっと。さすがに集中攻撃されたら死ぬね。なので、ちょっと引き気味に、こうか。ここで、ラディと並べて、で、後ろから、バンバンしてもらう感じかな。結局、大体のやつが暇やな。さあ、盗賊対決。先に箱取りに行くか。ここは何ですか？ 1 万ゴールド。うん。金めちゃめちゃ持っとるしね、今。15万近く。いや、カインとかシーダのおかげですよ。よしたら、このまま、攻撃してくんのかな。宝箱なくなったらどう動くの。もうそのまま立ち尽くす感じ。っていう
ガサスはまだ湧いてくる。あ、そっか、ジェイク狙うか。前二人傭兵の方がいいのかな。強い。ダーティーも普通に殴りに来るか。あー、8も8ってでかいな。あなたどこ行くの？え、どういうこと？え、どこ？このぐるっと回ってくるつもり？あ、てか盗賊動かんかったな。すぐやる気なくすんだからもう。そしたら順番に倒して扉開けますか。お、いいね。素早さ上がったから。魔導書って軽いのか。いや、ペガサスに再攻撃取るってなかなか大変ですよ、だって。おい。40。またレベル上がる。12。武器レベル、素早さ、1ポイント。素早さも乾燥するね。素早さとか、ちょっと力と守備力欲しいかな、そろそろ。グモさん考えてもらおう。あと5か。なんとか、この章でクラッシェンジできたらでかいかな。スタンバックとっか。じゃあジェイク切り込み戦車。アベルも暇しとるだ。カインはちょっと強すぎる。カインシーダちょっと出番早いかな。あれ、シーダ連れてきてないか。まだ早いわ。強すぎるもん。これは強いわ。ダロスさんに何らかしらのドーピングしてあげたいな。なんだろうな。技が低いね。技高かったらもうちょっと使いやすい気がする。さて、まだペガサス湧くのかな？うん！終わった！マジ！そっか。枯れた。これで開けて。突撃。届くけどダメージは入らんでしょう。アンマしかいねえのか。じゃあダロスじゃないですか。一文字減っとる。遠いな。リンダも遠いな。ちょっとダロスに頑張ってもらおうか。傷薬まだ持っとったっけ。あるわ。もったいねえかな。一発食らってからですよ。マリックもさっさとカンストさせたいね。ロジャー ロジャー使ったっけ。こんなもんかな。もう傭兵隊は動かさなくていいかな。よし、とりあえずアーマーがジェイクに来るでしょう。うん。鋼か。金。あれ？案外強かった。ブラガル。銀の槍？おぉ。
銀の槍ならさすがにジェイクさんも結構ダメージ食らうんじゃないかな。アベル上の総理落とすか。こっち。離れていくか。再攻撃取れるかな。はい。もう一回。よし。当てるでしょう。いや、鋼でも90%かな、これ。かなり命中率高いアベル。そんな技上がった。16あるわ。いや、傭兵たちより、アベルカインの方が普通に強いんやけど。移動力もあるし。さあ、ダロスさん。お願いしますよ。2回当ててね。はい。これはしゃあないとして。ぐぅ。当ててくれ。頼む。あー、ダメか。そしたら銀の槍の方うざいな。さっさと落としたい。会心でも出してくれたらでかいんやけど、ダメかな、うん、そしたらロジャーのサンダーソード固定ダメージの2回。7の7。はい、あと2か。レベルも上がる。力いいね。技運。お前いつになったら守備力上がんのマジで。まあでも、2桁ステータスが結構多い。クレインでいけちゃうんじゃないですか。サンダーボルト使う？2くらい当たるでしょ。はい、7。優秀。またレベル上がる。10。技1。うん、1ポイント。技上がりやすいね。力とかも欲しいけどな。またダロスに行くんじゃないこの感じ。で、倒してくれるでしょう。最後誰で締めようかな。リンダまだ6か。リンダにあげようか、将軍。ダロスに来るでしょう。え？マルスか。そっか。そっか。忘れとった。すぐ忘れるな。とにかくみんなマルスを倒したいですね。敵は。倒しやすくなったで。かけねえか。どうせダロスで11くらっとんだっけ。ハンマーもだいぶ減ったな。そろそろ武器屋で欲しい。14強いわ。レベルは上がらない。よし、銀の剣だから殴りたい放題。一旦マリックで小突いてみようか。こんな時に限って会心出るんやってね。サンダーも結構減ったな。はい。あー、これ二人がかりでいってもいいかもな。なんならワンチャンダロスに殴ってもらうのありかな。回復するかな。12当てて、7回復したん？違う、5回復したのか。そんな回復してない。この回復幅もランダムですよね。サンダー、はい、よし、硬いね。お願いします。会心出しそう。あ、出たわ。
出たわ。言ったそばか64もくれた。レベル16、武器レベルヒットポイント。ここに来て。やっぱり司祭しないとダメなのかな。スーパスでも結構上がったか。こんなもんかな。物資も充実しとるし。まあどうしよう、少ないのもなんとかなるでしょう。あ、リライブだけ気になるかな。また返しとくか、リライブ。預ける。リライブ。よし。じゃあ、クリアします。父ちゃんの敵取ったぞ。玉座。マルソージ、城内をくまなく探しましたが、光の剣は見つかりません。ファルシオンか。やはり噂通りガーネフがカダインへ持ち去ったのではないかと思われます。そうか、でもファルションがなければメディスを倒すことはできない。アリティアを目の前にしてみんなにはすまないけど、やはりカダインへ行かなければならないね。カダイン、あの砂漠の面か。なるほど、楽しくなってきましたね。したら以上ですかね。ご視聴ありがとうございました。またお願いします。